皆さんこんにちは。フランスナント在住ののりです。さあ、2023年夏のバカンスが始まりました。まずはいつものように長距離運転はパパとマモンで交代しながら移動していきます。今年のバカンスはピレネー山脈に1週間、そしてスペインのコスタブラワに2週間の計3週間の行程です。途中海を渡ったり、ボルドーの友人家族を訪ねながら少しずつフランスを南下していきます。今ね、ダーブブという町に来てるんですけど、ここでピレネー山脈に、もうピレネーなんですけど、ここでキャンピング、キャンプ場に行く前に1週間の食料の買い出しをして、この後キャンプ場に向かいます。チー君、おやつ何食べてるんですか？今ちょっとグーッと食べてけど、後でピレネー行くと思うけど、後で帰れる。そうだね、後でこれからねキャンプ場行くんだけど、その前にね、こうムースショコラでおやつ食べてんだよね。ねーねBravo, Kay! Super, mon coucou! Papa. さあ、ここでですね、私たちが泊まっているバンガローの紹介をねしたいと思います。キャンプ場の中にねたくさんバンガローがあって、そのうちのね一つなんですけど、他にもねキャンピングカーを止めるスペースとか、あとはそのテント泊もできるようなねスペースがあります。でね、キャンプサイトの入り口には受付とかねレストランとか、あとはねプールとサウナも一緒にねついてて、まあ、キャンプサイトではね結構あるあるかな、プールとかサウナがあったりするのはね。はい。でこっちがね私たちが泊まってるバンガローの、まずねこう入り口にテラスがあって結構大きいんですけど、そうで、ここでね天気のいい日とかあったかい日とかはご飯食べたりして過ごしてますね。でこんな感じでね、こうバンガローからこうやってね外の景色がこう一望できるようになってて、そう結構バンガロー多いんですよね。でこう下っていく先にですねレストランとか、そうプールとか、あとサウナがねあります。じゃあ実際にね中を紹介していきます。こんな感じで扉を開けると、まずここにダイニング、リビングがあって、そうでなんかね、このねソファーがねなんかちょっとこう引っ張ってベッドにできる仕様にもなっているみたい。私たちは使ってないんだけど、そうこんな感じで、まあ、リビング兼ダイニングみたいなスペースがあります。でこっち側にねキッチンがついてて、まあ、一通りに設備はね整ってるんですよね。もう電子レンジがあったりとか、コンロはね2口、うん、そうで、やっぱフランスらしいよね、絶対コーヒーメーカーはねあるんだよね、うん、
でも基本的に調味料とかその消耗品はここにはないから自分たちでねご持参するような形なんだけど、そうこんな感じでキッチンがありますね。はい、でここにねまずトイレがあって、こんな感じのトイレがありまして、でこっちのね部屋がね1個目の寝室で、で私とねパートナーがここで寝ております。そう一応そのダブルベッドの衣装、幅が140センチの感じで、マットレスはなんていうのかな、こうクッションマットレスっていうのかな、もうすごい安いタイプのマットレスで、フランスだと学生寮とか結構ねこういうマットレスなんですよね。すごい腰痛くなるんですけど、そう学フランスのね大学院時代をね思い出しましたね。はい、っていう感じでまず寝室があってですね、でこっちにクローゼットがついてるんで、もう基本的にこういうとこに着いたら全部スーツケースから荷物出してこういうとこにこう収納してっていう作業をね1日目にいつもしてます。でこっちにね2つ目の部屋があって、こっちはねなんかシングルベッド2つあったんですけど、1個片付けてミキの赤ちゃんベッドを置いていて、でこっちにケイが寝てますね。なので夜はねここで2人で寝てもらってます。でここにねこうちっちゃな収納、こっちにも収納がこんな感じでついてるんですけど、そう基本的にそうスーツケースの中身は全部出してこういうとこにねこう収納しちゃったりねっていう感じですね。はい、で最後ねこっちにシャワールームがあって洗面台があってっていう、こんな感じ。キャンプ場はねやっぱり家族連れがすごく多いから、近所のね近所に泊まってる子たちとKがね仲良くなってこう一緒にね遊んだりしてるんですよ。でねすごく仲良くなった子たちがもう何人もいて、今もねKは一緒に遊んでるんですけどっていう感じなんでね、そう、やっぱりキャンプ場はねこう家族連れにはねやっぱりおすすめですね。ちなみにねそう今日ねすごく寒くって、今気温12度ぐらいなんで、こんなねもうまだ8月の頭なんだけどそうこんな感じの完全防備でね過ごしております。今ね夕方の5時ぐらいなんですけど、もう12度ぐらいの気温で、今日の朝なんかね5度ぐらいだったんですよ。もうすごい寒くって、やっぱりね山はね冷え込むとねすごい寒いですね。あれカメラに呼吸してください。セパシー。さあ今日は天気が良かったのでハイキングをしに来ました。この山の頂を目指します。On va être tout en haut de la montagne. 一番最初に着いた人がいっぱいじゃジャンボン食べていいよ。Eh bien, regarde ce qui est marqué sur ma montre. Je te propose, je vais regarder. Alors après, c'est vous qui allez prendre la main là. Ouais. Le premier qui voit un ours, 50 points. Et une marmotte, 10 points. Et lapin? Un lapin.Un pandarou 1000 points. Et le premier qui voit une chouette, 200 points. Oh, mais elle dort là. Bah oui, elle dort. C'est pour ça que c'est beaucoup de points. Le premier qui voit un caca de vache, 100 points. Ah, moi, j'ai trouvé. Ah, 5 points pour maman. Yeah. Non, ça, moi aussi j'ai trouvé en même temps. Ok. Bah 5 points chacun. Ça, moi, t'as vu, t'as un truc, yo.Okay. Allez viens on monte et puis ce soir on jouera avec le copain à l'avion. Oui. Allez quoi? Et Koun, tu sais les copains ils font une balade aussi. Ce soir il faut leur dire que moi aussi j'ai réussi, je suis monté tout en haut. D'accord?
ケイ君、ケイ君さっきさ、コパン行ったじゃん、男の子、ギャフン行ったじゃん。On va faire la course avec eux? Si, il y avait un petit garçon. On va faire le doublé? Allez. Peut-être c'est nous, hein, c'est nous qui est meilleur. Hein.結構今走ったらさ、後ですごい疲れちゃうから。本当はね、歩けるんですよ。私たちとね、結構変わらないぐらいもう体力ついてきてて。そうそう。もうね、お昼寝もねしなくても一日中元気なぐらい体力あるんですけど、ケイは。でもやっぱ歩きたくない時にね、足が痛いとかね。そう、いろんな言い訳を言って歩きたがらないんですけどね。そう、なんかちょっとね、競争心をね、煽ったりするとね、すごいよ、もう。走っていくとか言い出して今。そう。すごいんですよ、今誰よりも速いスピードで今、もう歩いちゃって。すごいんですよ、彼の体力は本当はね。私たちのですね、バカンスの一日のね、ルーティンみたいなのがあって、午前中はね、結構こう山歩きとか、こう、アウトドアをして、体を動かして、エネルギーを使って、で、お昼休憩をして、で、午後は、なんかプール行ったりとか、湖で泳いだりとか、こうゆっくりして、そう、午前に割とこう、アクティブなことをして、午後はゆっくりするみたいな感じの一日をね、過ごすことが多いですね。昨日ね、マルシェで買った生ハム、黒豚のね、生ハムとチーズでサンドイッチを食べてます。ケイ君、ジャンボ美味しいですか？美味しい。すごい美味しいよね、このジャンボ。アルミキがいないんだけど。ミッキー、あ、いない。あ、いた。お昼をね、食べ終えて、もうちょっとね、山を登ってから車の方にね、戻りたいと思います。Bravo, on est arrivé! Yes! Bravo, Keiko! T'es content? T'es content? Oui? Bah, nous aussi, on est très contents. On était très forts. Allez, on descend? Ouais, on descend.
お散歩中です。今ですね、地中海沿いのハイキングコースをね、今歩いております。海がね、一望できます。こんな感じでね、allez les petits pirates, on y va. さあ、バカンスの最後はスペインからナントに戻る前にフランスの南西部にあるロカマドゥールという町にやってきました。ロカマドゥールはアルズー渓谷の絶壁に並び立つ聖アマドゥールが隠遁生活を送った聖母マリアの町です。
キリスト教の聖地であるスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼路でもあり、毎年多くの人が訪れる場所です。If the wind could spread your love, what if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.Allez, viens, on monte et ce soir on jouera avec le copain à l'avion.